しょ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 、はいはーい、皆さん届きました。はい、さあ皆さんこんにちは、ウクレレシンガー秋広です。本日、秋広ユンタク第3回目、というわけでございますが、今回、インスタグラムチェックしている方は、わかるかと思いますが、ちょっと以前ですね、インスタグラムの方で、低コストのウクレレを、ネットでちょっと購入してみようということで、いくつかのカラーバリエーションを皆さんで選択してもらって、とあるウクレレを購入しました。で、それが先ほど届いたので、今回、この動画でちょっと開封して、ちょっと紹介していきたいと思いまーす。はい、それでは開けていきたいと思いまーす。どう開けようかな。はい、本日はですね、本日は、サウンドハウスさん、当たってるの、サウンドハウスさん、ちょっと今回初めてご購入させてもらったんですけど、サウンドハウスさんの方で売っていた、1980円の、ソプラノのウクレレ、メーカーどこだったかな、すいませんね、ちょっとメーカー名忘れてしまってる。はい、こういった形の、はい、箱でございますね。これだけかな、ちょっと中身確認します。そうですね、これだけですね。よいしょっと。はい、楽器も音楽関連の、通販サイトサウンドハウスさんで、1980円で売っていた、ソプラノウクレレを購入しました。沖縄県とかはだいたい送料無料にならないことが多いんですけど、この商品は送料無料で、なおかつ、登録時のクーポンで500円クーポンがあったので、1980円の、クーポン使わせてもらって1480円、で買わさせていただきました。よいしょ、開けますね。箱の中はもうこのウクレレ1本だけ、何のケースも入っていない、これだけですね。開けてみたいと思います。よいしょ、じゃがじゃーん。はい、プレイテックさん、当たってるんで英語。プレイテックさんのソプラノウクレでございまーす。はい、カラーのバリエーションも、黒とか、黄色、青とか、いろんな色があります。ちなみにこういったカラーがありました。ではちょっとチューニングしていきたいと思います。今回このね、1980円、ということで、クーポン使って1480円で、買わさせてもらったんですけど、ちょっとね、安いウクレレが、使えるかどうかっていうところとか、あと自分自身もウクレレを初めて買うとき、そういう結構予算が全然なくて、むしろこうやって活動すると思ってなくて、ちょっと飾りみたいな形で買ってしまったわけなんですけど、なかなかそういう最初から立派なウクレレを買うのって結構難しい方もいらっしゃるのかなと思うので、今回はその安い、ウクレレを購入してみたという、動画でございます。ちょっと待ってくださいね。よし、ここはちょっとハイパーラプスでちょっとやっていきますので、少々お待ちください。はい、というわけで、チューニングが一応終わったところなので、少しちょっとずれるかもしれませんが、ちょっと音がどんな感じか、ちょっと弾いてみたいと思います。
というわけで、まあ、1980円、まあ、低コストのウクレレを初めて購入してみたんですけど、まあ、音としてはあまりそんな悪いっていう感じもしないんですけど、まあ、ちょっとところどころね、ちょっとどうしてもちょっとちっちゃな傷があったりとか、ちょっとまあ、へこみというか、ちょっとまあ多少の傷があったりとか、あとはボディ自体のね、まあ、質感っていうものが、どうしてもそれ安いっていう感じにはなってしまうんですけど、まあ、初めてウクレレを触ってみる、まあ、購入してみる、まあ、どうしても予算がはけられないとか、あとは子供へのちょっとね、ちっちゃな子供さんへのプレゼントっていう形で購入するんであれば、全然使えるのかなと思います。はい。ぜひぜひ、ちょっとチェックしてもらえればいいなと思います。はい。というわけで、今回はですね、まあ、ウクレレを、まあ、低コストで、まあ、ネットで購入してみたということで、まあ、サウンドハウスさんで、購入できる、プレイテックという、まあ、ソプラノウクレレ、一応、1980円で、売っている、まあ、ウクレレを、まあ、自分の場合は、送料無料だったので、送料無料で買わさせてもらったのと、あと500円の、まあ、会員登録した時の、まあ、無料クーポンを使わせてもらって、まあ、1480円で、買わせていただいたウクレレの、まあ、紹介でした。はい、まあ、ソプラノなのでね、まあ、どうしてもやっぱちっちゃいっていうことなかなか演奏しづらかったりする感じもするんですけど、まあ、初めてウクレレというものに触れるきっかけをできれば予算をすごく下げたいとか、まあ、プレゼントでっていう形であればとても使えるウクレレだと思います。ぜひぜひまあ参考にしてもらって、もし欲しいなと思った方は、購入してみてもいいのかなと思います。ぜひ、概要欄の方に、まあ、ホームページに載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、この後、この動画の後にですね、これのプレイテックさんのこのウクレレを使って、ちょっと平井大さんのスローエンドイージーをワンコーラスちょっと歌ってみたいと思いますので、引き続きこの動画見てほしいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。ワン、ツー、スリー、フォー。シュルル。